11月20日はピザの日。皆さん、ピザ美味しいですよねイタリア初のこの11月20日がピザの日なんです。11月20日はピザ、マルゲリータの名前の由来となったイタリーの王妃、マルゲリータの誕生日なんです。そして、まあマルゲリータというのはイタリア料理の ピザ、ピッツァのお種類の一つで、ナポリピッツァの代表でもあるんですね。トマトソースの上に具材として、モッツァーレチーズとバジルの葉をのせたもの、日本でも非常に人気が高いですよね。まあピザ、マルゲリータ、そして9世紀にイタリーを統一したサボイ家の王妃のマルゲリータは、100、 889年にナポリを訪れてるんですね。そしてその記念に当時有名なピザ職人がナポリの有名料理であるピザを献上したんです。まあ、イタリーの国旗の色を模したこのピザを王妃は大変気に入り、これがピザマルゲリータの始まりになりました。王妃マルゲリータはイタリーの母と 呼ばれ、イタリア国民から今でも広く愛されておりますね。で皆さんご存知のナポリというのは首都ローマから南東へ189キロの距離にあるんですね。その南にソ連都やアマルフィ海岸に位置する古代都市ポンペイも見える距離にあるんですね。そういうい意味で、このマルゲリータは このナポリで発生いたしました、まあ11月20日近くになってきましたらもうあとそんなに遠くありませんどうか皆さんピザを楽しんでください。